です。こんにちンネルでは火山学生が地検最新情報と元気をお届けしております。さて皆さん今ですね、緊急で動画を撮影しております。先ほど千葉東方沖で震度4の地震が発生してしまいました。で、今日の動画なんですけども、どんな地震だったのかということと、今後大丈夫かどうかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで今日もよろしくお願いします。千葉東方沖、震度4、備えてということでね、 三つのテーマをごいたしました。まず一つ目、今回の地震。活発な地震が発生する理由。なぜ大地震の前兆なのかということで見ていきたいと思います。で、まずはじめにこの動画の結論からですね、これ今後マジで要注意ということなんですね。なぜその言えるのか。それはこの動画を最後まで見ていけそう。 とっても若いなりますね。Z の最後でご覧ください。それでは基本元気にやっていきましょう。まずは今回の地震ですね。西の島から北に895キロ行ったところにあります。千葉のですね、房総半島ですね。今この房総半島の西側のあたりで活発な地震が起こっているということですね。もともとこの千葉東方沖というのはですね、20年間で500回以上地震が発生します。めちゃくちゃ地震が活発な場所なんですけどもね。今この千葉の東方沖がもう たくさんの地震が起こっているということで、こちら過去2日間の東方期の地震活動を映しておりますけれども、見てください皆さんね。ご覧のようにブワーっとね、活発な地震が発生しております。このように活発な地震のことを群発地震と言いまして、今千葉2日間で震度1以上が10回以上発生する異常事態になっているということでね、もう 能登半島の負けず劣らずですね。てか、能登半島よりも震度1以上の地震が多いという異常事態になっているということなんですね。 で、なんと、この地震がね、起こるだけではなくてね、本日、震度3が3回以上で、先ほど、震度4の地震も起こったということで、もうとんでもないことになっているということなんですね。まずは、11時13分頃にですね、本日ですけども、地下深さ 30km、マグニチュード4.7、最大震度3の地震が起こりました。そして、その地震からおよそ1時間後、また同じ場所で、マグニチュード4.6、震度3。 そして、この地震から4時間後の4時27分後に、マグニチュード4.8、最大震度3の地震が起こったということで、このね、11時から16時にかけまして、震度3が3連発起こったということです。最大震度3ってどれぐらいの揺れなのかと言いますと、屋内の人はほとんどが揺れを感じます。または、ポンズが倒れるか、倒れないかの瀬戸際になってくるということでね、これ非常に恐ろしいのがこの震度3ということです。 そしてですね、皆さん、この地震、これだけでは終わらなかったということなんですね。先ほど18時35分頃に、この同じく千葉東方沖で、今度は最大規模のマグニチュード4.9、最大震度4の地震が発生しました。この地震はですね、震度4ということで、どれぐらいに揺れなのかと言いますと、ほとんどの人が驚きます。電灯などが大きく揺れ、ポンズが倒れることになる恐ろしい地震だということなんですね。 で、今回の地は東方沖の地震でありますが、こちら、北米プレートとフィリピン海プレートの境界のね、あたりで起こっている地震であるということですね。プレートが押されることによってずれ動く、え逆断層型の地震が主に発生しているということです。この逆断層型の地震というのは、あの、能登半島地震と同じメカニズムだということなんですよね。はい。で、どうやって地震が始まったのかということですが、最初はね、マグニチュード 1. 1.5の小さな地震が今から2日ほど前に起こりました。で、これが全ての始まりだったわけです。ここからですね、その後2分後にマグニチュード4.3の地震が起こって、活発な地震に発展していったということになります。で、今はですね、たくさん地震が起こっていると。 で、このですね、マジで今要注意点何かと言いますと、実はこれ、強い地震が強くなっているということなんですね。これまでの最大級が今日のマグニチュード4.8、震度3の地震だったんですが、それをね、塗り替えるマグニチュード4.9、震度4地震が起こったということで、今回の先ほどの地震というのは、この千葉東方沖の群発地震の中では、一番大きい地震だということですね。はい。で、今後ですね、さらに大きな地震がは発生する可能性が あるということでこれ気をつけないといけないんだということですなぜこのようなですね異常な地震が発生するのかということを見ていきましょうこの千葉東北の、えー、異常な群発地震ですけども結論から言うとこれ え、過去の研究などからですね、スロースリップが原因で群発地震が発生しているというふうに考えられます。スロースリップとは大陸プレートがゆっくりとですね、動き出す現象ですね。今、千葉がですね、こういうふうに大陸プレートゆっくりと動き出していると。で、この大陸プレートがゆっくり動き出す現象をスロースリップと言うんですけども、このスロースリップが起こっているさなか、群発地震がですね、発生している仕組みなんだということですね。こういうふうに動いて、群発地震がですね、ブワーッと発生している。 いるととうことですす群馬地震が起起きてていいいるるからススロースリップここっているということうですねはいではこれ、大地震の前兆なのかということですけども、これね、要注意です、実はですね、あの過去にはこの千葉東方期スロースリップ中に大地震が起きたことがあるんだということです、それが1987年の12月の千葉東方沖の地震、きょうの地震とね、ほぼ同じところで起こった地震です。でマグニチュードが6.7で、ポンズが割れる震度5のですね地震が起こったことがあるということで、この地震 が実はスロースリップの最中に起こった地震だったということでねございますまあ、こういった事例がありますで今ですねこの群馬地震起こっているということはスロースリップが始まっておりますのでこのスロースリップの最中にですね 千葉東方沖で大地震がドーンと発生するかもしれないということでえ気をつけないといけないと。で、今後考えられるシナリオとしてはですね、今、これまさにですね、スロースリップが起こっているということが示唆されますけども、その後何も起こらないか、この今の群馬地震が活発化して、この活発化した後に何も起こらないか、大地震が発生する。これ何も起こらないというのはですね、この今回と 同じような地震がね、この後発生するかもしれないということで、まあこれ、あの、揺れる可能性があります。これ間違いなくこれ、あの、今後また揺れますから、えー、今後もですね、要注意ということで、あの、今動画撮影している中でもね、もしかしたら地震は起こるんじゃないかという状況になってますんで。で、今日の地震についてはですね、あの、もう、あの、詳しくね、こちらの動画で解説しております。はい、先ほど挙げた動画が、えー、今日の地震について詳しく解説してます。 今日の地震についてもっと知りたいという方はですね、こちらの動画も合わせてご覧ください。というわけで皆さん、地震に備えていきましょう。また新しい情報が入りました。すぐの時計いたしますので、情報を見忘れないにも、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、簡単なまとめですね。一昨日からですね、マグニチュード1.5の小さな地震から、今ですね、千葉、東方期で活発な地震が、群発地震がブワッと発生しておると。 で、この最大級の地震がマグニチュード4.8、震度3だったんですけども、先ほどマグニチュード4.9の最大級の、これまでの中で一番大きな地震が起こったということで、この強い地震ですね、どんどん強くなってきているということで、今後さらに大きな地震の可能性がありますので、 お気をつけくださいということです。この、なぜですね、この千葉東方沖で活発な地震が発生するかというと、これ、群発地震、あ、この、指定しました。スロースリップが原因ですね。この大陸プレートがゆっくりと動き出す、スロースリップ現象が原因で、群発地震が発生していると。つまり、今、現在進行形でですね。これ、大陸プレートがじわじわ動いているということが考えられますよ、ということですね。はい。で、 過去の事例といたしましては、1987年にスロースリップが起こっている時に大地震が起こったことがあるということです。ということで、こういった事例がありますので、もしかしたらですね、この後千葉東方沖で少なくとも震度5以上の、えー、この地震がですね、発生するかもしれませんから、えー、備えましょうということです。はい。というわけで、また新しい情報が入ったらお届けしますということでございました。ということで、えーも、よりね、詳しく知りたいという方は今日の動画をご覧ください。 というわけで皆さん、えー、気をつけていきましょうという、これ本当にね、要注意ですからね。はい、ということで、さよなら、さよなら、さよなら、ありがとうございました。